王の楽だ。ダウンロード。それは人間の自我パターンをコンピューターメモリに取り込み、ネットワークの中で生きることを可能にしたハイテクノロジーの結晶である。三種のデータライブラリーの一部が何者かによってハックされるという事件が起こりました。事態を重く見た国家公安委員会では、警視庁に対しデータが犯罪に利用される前に犯人を検挙するよう異例の通達をしました。おしまいのニュース。パシフィック貿易の過剰融資事件で、東京地検特捜部は中国への戦闘ロボット輸出を目指して、大物代議士を不正な政治献金があったとみて、一体何がハックされたのかな。このロボットは飛行能力を有し、対戦車砲をかわすことができる次世代戦闘ロボット。おはようシド、元気そうね。ああ、なんとかな。ほっとも、今でしょうがないな。そうだと思って仕事を持ってきてあげたわ。ニュースは見た？ライブラリがハックされたってやつか。もしかしてその犯人さんかな。その通り。実は警察は行き先は掴んでるんだけど。なるほど、コンピュータメモリに逃げ込んでるわけだ。依頼主は警視総監よ。メモリに侵入して犯人を捕まえるか、データを消去するか、どちらでもいいって。わかった。それで場所は？民族協議会日本支部。モトローダはシティのパーキングセンターにあるわ。じゃあ早速行ってくるか。また連絡するよ。
Thank you.